こんにちは、夏林です。今回はですね、二戸の隠れた名所案内ということで、村松地区の名所をいろいろ紹介していきたいと思います。まず最初はですね、後ろに見えるようにですね、名前があるわけではないんですけれども、村松の大井町という感じで、紹介しておきましょうか。場所はですね、松の丸保育所、松の丸幼稚園の駐車場になります。松の丸幼稚園からちょっと上がったところにあるんですけれども、見ての通りすごく大きなイチョウです。で、今時期的には11月初めなんですけれども、周りの紅葉はだいたい葉っぱが落ちて終わってる感じなんですけれども、今ちょうど見頃みたいな感じになっています。幹の様子がですね、すごいんですけれども、こんな風に燃えた跡があります。ここのは、岩ではわからないけれども、多分、雷が落ちて、燃えたんじゃないかなと思いますが、すごく大きいです。どれぐらい大きいかは、ちょっと自分が典型人物になって、こんな感じです。すごい、この中に人が入るぐらい入ってきた。わーっと、すごいでっかいです。バチが当たりませんね。すごく大きなイチョウの木です。2番目のポイントはですね、私好みの場所です。古い建物というか、建物、さっきのイチョウの木から割と近いところにあるんですけれども、古い木造の建物。はい、2番目はですね、ここの、消防車の、消防署の豚所になります。木造で、多分今は使われてないと思うんですけれども、すごく雰囲気のある場所です。で、ただこれだけなんですけどね、何があるってわけじゃないんですけれども。昔ながらの、鐘が吊り下がっております。マジでこういう木造の建物みたいなのが大好きなんですよ。すごく雰囲気いいと思いません？今ね、なかなかこういうのないですよ。こんな感じです。はい、3番目はですね、ここの九戸城跡になります。特に何があるっていうわけではないんですけれども、ここは、僕は歴史は詳しくないですけれども、豊臣秀吉が天下を統一した時に、最後の戦場になった場所らしいですよ。そういうことで、九戸正実っていう人が、かつての城主がいて、その人がこう今は二戸のこう復興、二戸の町おこしという意味で、九戸正実の文史劇、市民が作る劇ですねっていうのを、開催したりだとか、現代の正実君のキャラクターを募集したりとか、いろいろやってるみたいです。九戸城跡ってどんな場所なんすかね。かつて豊臣秀吉が天下を統一する際、最後の戦場になった場所ということで、二戸のいい名物になるつんで、いろいろ活発な活動をしているみたいですよ。っていうことです。結構広いので、よく老人が散歩してたりします。やべえ、老人来た。本丸虎口跡って書いてます。
なんか今日は日曜日だから人がいっぱいいるな。次行くところは山の中なんだけど、この道で合ってんのかどうかすごく不安。車で来るには一戸川から来るしかない。だがこの道で合ってんのかマジで。あー危ねえ、なんだこの段差は。できないかも。なにこれマジで怖い。こんなとこで立ち往生したら怖い。だってこんなだよ、こんな。なんなのこの木は。やべえ。止まったらアウトのような気がする。怖い。この道で合ってんのか。あ、なんかついたっぽい。よかった。はい、最後はここです。末の松山と言います。正確に言うと波打ち峠の交差層という場所らしいですが、ここに来るにはですね、二戸川からだと歩いては来れるんだけど、車では来れないので一戸川から、登ってきます。一戸パンの工場のあたりをですね登ってくるんですけど、なんか雨が降ってきたんだけどね。まあここは見ての通り地層というか交差層というか、まあこういう綺麗な場所なんですけれども、まあここに人が来ることはまずないでしょうね。僕も1年ぶりぐらいに来ましたけれども、かなりの穴場スポットだと思います。こんな感じです。雨がザーザー降ってきた。綺麗な場所ですよな。こんな感じでございます。いやー車で来るのは大変だわ。っていうかすんげー雨が降ってきたので、もうこれぐらいにしたいと思うんですが、とりあえずですね、二戸の名所、村松地区の名所案内はこんな感じです。皆さんも自分の地元の隠れた名所を探してみるのも面白いんじゃないかなと思います。今回はこんな感じです。ありがとうございました。